皆さん、こんにちは。イサオです。それでは、トゥームレイダー実況の続きをしていこうと思います。さて、今は、仲間と再会したところです。自分のご先祖様が暮らした土地を探す調査に参加できるなんてすごくない？ララには何年も前に卑弥呼の話をしたけど、ララってばそれからずっと邪馬台国を探し続けてた。私はただの神話だと思って深く考えもしなかったのに。サムのメモ。おばあちゃんはよく卑弥呼の話を聞かせてくれた。今から何千年も昔、卑弥呼は邪馬台国を治めてた。太陽は卑弥呼の命令に応じて昇り。卑弥呼の話をするおばあちゃんってのもそうそういないでしょうが。これが多分、ヨーロッパとか、その辺の、話だったら、そんなもんかなーって、ちょっと聞いちゃいますけども。こと日本のこととなると、まあちょっとおかしいところがあったら、って思っちゃいますね。松明に火をつけて、なんか落ちました。サルベージを集めるとベースキャンプで装備をアップグレードできます。ああいうのを集めていった方がいいようです。これ以上持てません。斧の強度が足りません。サルベージを集めて斧をアップグレードしてくださいと。というわけで、ララの装備はどうやら弓と斧がメインになるようですね。嫌な予感がする。どこだろう。墓を。鳥居ですね。ここかな。弓矢があるんですが、いっぱいなんで、ここになんか食料があるんで、取っておきます。弓矢あるんですが、もういっぱいで持てないんで、回避。これは？これ倒した方がいいのかな？一応、なんかモンハンっぽいですね。あっつ。あだい。これは、やばい。首を噛みちぎられました。狼強い。リベンジしに行きます。いやー、バイオの犬も苦手だったんですよねー。これ無視した方がいいのか、それとも倒すべきなのか。ちょっと難しいんで逃げます。実に素晴らしい。これ見覚えがある。きっと儀式か何かで。この女性の絵は特に興味深いものだ。描かれたのは最近見た。島の住民だな。船の残骸があるからきっと
彼らも遭難して流れ着いたんだ。じゃあ、ああならないように気をつけなきゃ。そっちを見てくれないか。ああ、ハンドルが取れてる。行くぞ。ダメ、折れちゃう。もっと頑丈な道具じゃないと回せない。何か使えるものがあるだろう。素晴らしい。サルベージを集めて斧を強化しろ。もうこいつも探せよって感じですが。待ってくれ、サインをする前によく考えてくれ。確かに私は今回の調査に貯金を全額つぎ込んだ。でもそれは10倍になって戻ってくるんだ。まあなんかいろいろホイットマンっていうのを多分あそこでムツクサ言ってる男でしょう。アマテラスか、可能性はあります。アマテラス、ご存知、アマテラス大神。しかし災難事故の生存者がなぜ古代日本の女神を。アマテラスと卑弥呼の関係性、うん、それちょっと興味深いですね。あるかもしれないです。興味深い。鹿がいる。あれもサルベージの対象になるのかどうか。あ、逃げた。経験値欲しかったんですけどね。よいしょっと、なんかいろいろ落ちてるんで、あ、来ないでって、あだ。ああ渡ってきた、痛い。やばいですね。このダメージ表現は FPS でよくあるやつですね。僕あんまよくやらないんで。うん。狼どっか行ってくれました。あ、やっぱいた。ああ、狼邪魔。痛い。やばい。くっ。ああ、どうやら一匹仕留めました。しかしもう一匹が。よし。ここでなんとか倒したんですが、これで復活してたらさすがにもう無視します。あ、復活してる。何これ。もっと探そう。もう無視してサルベージして帰ります。あと少し、あと少し。痛い。あと少し。これか、ありました。あ、違う。だからなるべく明るく振る舞わなきゃ。サムのメモ。
これはなんか違うところに。追加トゥーム、ある冒険者の墓場。あ、仏像みたいなのがあります。追加トゥームってのは何でしょう。ランタンを押すと火をつけることができます。ランタン、ん？ランタンを撃つ。ランタンってあれか、あれを撃てと。ある冒険者の墓場。これはちょっとメインストーリーとは関係ないところのような、なんか死体がありますけど。使えば先に進めるということなんですけど、これはなんかメインストーリーからずれてってる気がします。進めていいものか。敵がいなきゃ楽でいいんですが、あそこに何かあります。こっからじゃ難しい。あれを狙えってことでしょうか。何もならないですね。開けるには特別な道具が必要です。これはひょっとしたら今現段階じゃ進めないっていう。L1、 ああこれ投げられるようです、このランタンを。多分あそこに向かって放り投げろと。燃えたは燃えましたが、あんまり、ん？
ちょっとわかんないので、ここ後回しにしましょう。ん？と。おそらくここを通ってきました。というわけで、今回ここで終わろうと思います。なんかちょっと余計な寄り道しちゃいましたね。まあ将来先々でひょっとしたら生きてくるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。